今日は教科書に載っている2枚の経図を使って、清和源氏を説明していきたいと思います。教科書は山川の小説日本史 B。私が高等学校で教えていた頃も使っていた教科書です。小説日本史 B の84ページに、源氏略経図1というのが載っています。 この系図は、清和天皇から始まって、源頼朝まで続きます。清和源氏といっても、高校日本史の場合は、頼信、頼吉、義家、ため吉、吉友、頼朝という、この系統を教えていきます。この系統を清和源氏の中で、河内源氏と言います。教科書の101ページに載っている、源氏略系図2位です。 こちらは源の頼朝の兄弟子供孫までを掲載しています教科書からパワーポイントを起こすにあたってスペースがゆっくり取れるので生没年を系図の中に書き込んでみました上の段が生没年下の段が将軍の在位年ですこの赤いのは殺生関白の在位年です鎌倉幕府の源氏の将軍は 頼,朝頼家実朝で切れてしまって四代目の九条頼常は設計将軍と呼ばれています。でこの九条頼常という人は源頼朝の妹のひ孫にあたります。九条頼常は鎌倉にやってきて源頼朝の孫娘マリコ竹の子署とも呼ばれていますがこの女性と結婚します。つまり九条頼常は 頼朝の孫娘の婿に迎えられて将軍になるんですねこの夫婦の間に生まれた男の子が将軍になることが期待されていたわけですが残念なことに竹の御所は死産をしてその後竹の御所も亡くなってしまいます頼朝の子供・孫というのはこの経図以外にも何人かいるんですが全て子孫を残さずに亡くなっています 最後に残ったのがこの女性竹の御所でした竹の御所が死産の末に亡くなってしまったことによって頼朝の血筋は完全に断絶します鎌倉幕府の御家人にとって竹の御所が亡くなったということは大変なショックだったそうですもうこれで頼朝様の血を引く将軍が現れることは二度とないのだと 高校の教科書に載っている「源氏略系図は」は清和源氏の中でも河内源氏の方を中心に描いています河内源氏の書流として源の義満と義康と義重が描かれているのは義満の子孫に甲斐の武田とか日立の佐竹といった有力武家が現れるからです義重と義康は義重の子孫に新田氏が 義安の人に足利氏が現れます。これは室町時代に新田氏や足利氏を説明する時にこの2人が必要だから経図の中に入っているんですね。教科書に載っている系図は清和源氏の中の河内源氏が中心になっていますが実は清和源氏の着流というのは河内源氏ではなくて節源氏なんですね。 そこでこの摂源氏の方をもう少し詳しく書いてみました。清和源氏は清和天皇の王子の定住親王の子供、恒元王が親戚降下して源の恒元と名乗ったところから始まります。そのの子供が源の中で、 その次の題で頼光頼親頼信の3系統に分かれます。光永の書類を受け継いだのは着手の頼光でした。これを摂津源氏と言います。ただ源氏の着流である摂津源氏は機内を活動の本拠にしていました。彼らが主に担当していたのは京都の警察機能で、 代理の警備とか天皇の護衛とかそういったことをしていました。これを大内守護と言います。これに対して頼信に始まる河内源氏は東国へ進出していきました。高校の日本史は受験科目にもなっています。受験という観点で見た場合、この系図の中で誰が大切なんでしょうか 山川出版には小説日本史 B と並んで受験生のバイブル日本史用語集があります。この日本史用語集という本は8冊の教科書のうちその単語が何冊に載っているかということを示す数字が載っている本です。8冊の教科書に全てに載っている人を黄色で8冊の教科書のうち3冊から7冊に載っている 人物を緑で塗ってみました関西で言うとカンカン同一クラスの少し難しい大学ですとそういうとこを受けに行く受験生はこの黄色の人たちは全部覚えています黄色で塗っている人吉家や吉友や頼朝を間違える人はこれはもう受験生とは言えないですねこういう黄色で塗ってある人を出題しても差がつきません だから受験問題に出題されるのは、この緑に塗ってある人たちなんですね。よりみつ、よしか、のりより、よ平。この辺りがちょっと難しい大学ではよく出題されるんですね。そういうことも私はもう高校を退職したので、もう過去の話になってしまいました。教科書の経図に生没年を入れてみました。 生物年を入れてみると気が付くのは清和源氏の人たちって案外長生きなんですね。歳、歳、歳。頼信80歳頼吉87歳この系図の下の方の世代ため吉義友義経義仲こういった人たちが短命なのは戦いの中で亡くなったからです。頼政も持仁とともに戦死していますが。 その時76歳。でもね、まだまだ元気でしたからね。ああいう持ち人の挙兵がなければ、80歳ぐらいまで生きたんでしょうね。で、次にこの系図を日本史用語集の品質度でカラーリングしながら、それぞれの人がどういうことをしたか、簡単に書き加えてみます。源光永は、アンナの辺で源の高明を密告して、 昇進する手かかりをつかみましたその後頼信頼領の時に関東に進出し頼義家は陸奥守として前九年合戦後三年合戦を戦っています源義家の時まで河内源氏は順調に勢力を拡大していましたところが義家の次の代の義親の時に 反乱を起こして太平戸正盛に追悼されて、河内源氏は没落してしまいます。この経図は、頼義や義家が最終的にどの地位まで上がったかということを書き加えたものです。清和源氏や官武兵士のような軍事貴族は主に図領を担当していて、彼らが到達できる一番上の官職は、 正しい、伊予守です。清和源氏や漢武平氏が初めて三義、三味の壁を乗り越えるのは平の清盛で、清和源氏で最初に三味の壁を乗り越えたのは源の頼政です。頼政はどうしても三味になりたくて、平の清盛に頼み込んで三味にしてもらいました。 川源氏で最初に三味の壁を乗り越えるのは源頼朝です。こういう貴族の系図を見るときはどのように見ていくかというと貴族というのは父親が到達したキャリアにたどり着くことが子供の最低限の義務なんですね。父親と同じ地位まで上がれたら合格上がれなかったら一方 交代ということになりますそういう目で見ますと源の三中は図領階級としては一番上の少子イオノカまでたどり着きました図領の中で一番利権が大きいのはハリマノカとイオノカなんです関位が少子でここがイオノカかハリマノカになっていると図領としては 最も出世したということになります。三中の着子の頼光は父親と同じように少子い世の神になっています。頼信は弟ですので父親よりも少し落ちる十 C ・河内神で終わりました。ところが頼よよし頑張って少子い世の神になっています。ず頭うとしては最高の地位まで上がりました。 ところが義家になると正しい,い六つの神まで行っていますが伊予守に慣れていません。ということは義家はよ頼義よ,よりも一段落ちるということになるんですね。どうしてそういうことになったかというと前九年合戦と五三年合戦を比べた時に教科書や資料集に 義家は資材で恩賞を与えたといいう,うに書いてあります。なぜ義家が資材で恩賞を与えなければならなかったかというと、公費で恩賞が出なかったからです。つまり源頼義の前九年合戦は朝廷が命じた公務であると。だから戦費は公費で出しましょうということが認められたんですが、 義家が戦った五三年合戦は朝廷からそんなこと戦えと言ったかということで公務と認めてもらえなかったんですね。だから義家は資材で恩賞を与えなければならなかった。ということは朝廷から見て頼義に比べて義家の評価は低いんですね。だから義家は父親の頼義がたどり着いた 伊予の神までたどり着くことができなかった。キャリアとしては義経は義義に追いつけなかったんです。まあ、それでもね上氏六の神まで行ってますからね。ずりょとしては上々です。ところがその次の代で義一家が反乱を起こし、義忠は叔父の義光に暗殺されてしまうとそういうことがあって。 この世代の人たちは15位までしか上がることができませんでした。だから源頼はすごく苦労したんですね。で、為義は15位までしか上がらなかった上に頭領になることもできませんでした。で、源頼は最終的には方言の乱に敗れて命を落とします。ところで、方言の乱の時、清和賢治は 須徳上皇方と御下川天皇方に分かれて戦います高等学校で背方毛の乱を教えるとき須徳上皇方は摂関家は藤原の頼長源氏は源のためよ平家は平の忠政ということで丸暗記させるんですがどうして須徳上皇方が藤原の 頼長と源頼義と平忠政で後白河天皇方が藤原の忠道と源義朝と平清盛になっているのかというそういう背景までは時間がなくて説明しないんですよねさらに清和源氏の場合後白河天皇方には河内源氏の源義朝の他に源義康 節源,氏の源の頼政が加わっていますなぜ源氏の中で頼政と義朝と義康が後白河天皇方にいるのか頼政義朝義康の共通点は何かそれは彼ら3人は鳥羽院の武力なんです一方為吉はもともと 鳥羽院に仕えていたんですが鳥羽院に愛想をつかされて摂関家の方に接近していましたなので方言の乱の時に後白河天皇方は鳥羽院の武力を使うんですそれは頼政と義朝と吉康なんですね一方崇徳上皇方は摂関家の武力に頼りましただから源頼義 寄り方為友というこの親子がストック条項型にいるんです。というようなそれぞれの事件のバックグラウンドについては、まあ、高等学校では時間の関係があってはしょることが多いんですが高等学校の授業でははしょってしまうような説明を次の動画から作っていきたいと思います。